皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。かけよう TV 始まるよ。さあ、尋常じゃない盛り上がりを見せてまいりました。かけよう TV です。今日はいっぱいいますね。なんか珍しくね。はい、2月20日、これね。はい、後で消します。というわけで、まずは大切な大切なバナースポンサー様の紹介から始めていきます。ペットの複合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定校アトリエシャルマン、ありがとうございます。亀屋鍼灸師のびのび様、ありがとうございます。心理カウンセラー吉本みかん、ありがとうございます。美容の力で世界を笑顔に、フクロイの松江区脱毛はソワニエ様、ありがとうございます。抱っこで産後エクササイズ、お寺でベビーダンス、皆川由紀子様、ありがとうございます。手作り雑貨とワッフルのお店、サムズカフェ様、ありがとうございます。あれ、ここで終わってるぞ。もうちょいありますよね。あと2個ぐらい。ん、あれ、カウピリとか。よし、カウピリはね、もう空で僕言えるんで大丈夫ですよ。今どこまで言いましたっけ。サムズカフェさんです。サムズカフェ、カウピリさんはね、言えますよ、僕は。待って待ってよ。生理痛改善サロンの前は何だっけ。ドリームボード。違う、生理痛改善サロンの前なかったでしたっけ。よっ、生理痛改善サロン、カウピリ、ありがとうございます。言えてます、言えてます。ママの笑顔は家族の太陽、ドリームボード認定講師、じゃあドリームボード講師、すごい美樹様、はい、ありがとうございます。認定講師って言っちゃいますね。認定講師って言いたくなりますね。ドリームボード講師。以上のスポンサー様のおかげで、かけがわ TV は楽しい情報発信の場を提供できております。ありがとうございます、いつもいつも。はい、というわけでね、ここまでは一生懸命やりますよ。なんですか、どうしたんですか。今本番ですか。今本番です。声入ってますよ。まあリハーサルじゃなくて。違います、今のは本番です。お、はい、生放送ならではのトラブルが今日も。今日はね、インクが、プリンターのインクがないというトラブルがね、お起きてます ね、 ですね。買っといてください、ちゃんと。はい、はい、お願いしますね。プリンター1個使えてる。はい、よろしくお願いいたします。はい、では今日のね、番組18時、岡村みっちゃんねる。ゲスト、農業革命児、杉山蓮様。はい。革命児がね、今日はね、お土産をいっぱい。そうです。かけわ TV 得意のブロッコリー山盛り。あとね、はい、あと楽しみにして、いろいろ今日はね、野菜系が今日はね、あとチョコレートもいっぱい持ってきてくれた。いっぱいありますんで。はい。はい、杉山さん、よろしくお願いします。踏んで18時半、おし、来た、前乗り、前で仕事やピース、よろしくお願いします。今日は何歌うんですかね。今日は何でしょうね。オリジナルでしょうね。オリジナル、あ、オリジナル結構ね、いい歌歌うんですよ。この前ひどくてね、浅井さんの困惑ぶりひどかったでしょ。これあの、昨日見たやつ、横にいたやつ、こっちに。今日は弾いてましたもんね、浅井さんね。今日浅井さん来るっつってましたからね。間に合うかな、18時半に。はい、じゃあ飛鳥さん、よろしくお願いします。また見たい、今日も見たい、今日も見たいでしょ。生で見るために。そうでしょ、あれやばいからね、生で見ると本当放送事故だからね。よろしくお願いします。いや、でも今日可愛いおべべ来てますね。そう、おべべの宣伝を。あ、おべ、あ、そうか。これは自分でつけたんですか、それ。そうです。あ、へえ。後で言おうかなと思って、うん、ちょっとね、あ、邪魔になっちゃうから。あ、楽しみにしますね。わかりました。お願いします。でですね、19時、目と耳と心の癒しタイム。ゲストは、株式会社、
アイノミヤ代表取締役社長大石様。アイノミヤの代表の方が何屋さんですかね、分かんないですけど、アイノミヤの代表の方がね、石川先生と今日はまた癒しタイムっていう割にはね結構いい、はい、今日もよろしくお願いします。なんですかそのなんか情報がなさすぎて話が膨らまないなと思って石川さん今日もよろしくお願いします。カフェですか。カフェじゃないんじゃないですか。何屋さんなんですかね。愛の宮って書いてあるからね、大工じゃないかな、分かんないけど、石川さんよろしくお願いします。踏んでですね、19時半、これもね今日新番組、ちょっと言えるかな、ちょっと好きを仕事に、即販ツールアドバイザーあんちゃんの女性起業家応援チャンネル。ゲスト女性起業家の会スピカル主催鈴木秋香様。あんちゃんがね先月ねインフルエンザになるというね、出したよ。それで穴埋めで、穴埋めでピースさんが歌われた、そういう感じだったんでね、あんちゃん今日は、元気かな、よろしくお願いいたします。踏んでですね、20時から、これはもうすごいですよ、お持ちのエキゾチックアニマルチャンネル、このあるんですよ。ゲストは赤原ヤモリ、赤原イモリ様って言われてる、イモリか、ヤモリか、イモリか、赤原イモリさんってなんだろうね、もう人間の名前なのかどうなのか。いや、赤いお腹のイモリじゃないですか。そうですね。今日ギリギリになるって言ってましたからね。そうなんですか。安全運転で、あ、今日はだけどゲストもちゃんと連れてくるっつってたんで、はいね、気をつけてきてください。ゲストが赤原イモリさん、じゃあこの人の番組ちょっと変わってて、ゲストと人間のゲストがいるんですけど、人間のゲストのことはほとんど紹介しないんですよね。人間のゲスト隣でこっちでこうちょっと引き気味に見てる感じですもんね。その時にいつもその動物ゲストを紹介して、そうほぼノータッチでしょ、こっちの人を無視するっていうすごい人ですよね。なかなか面白い。そんな番組もやってるんですよ、そうエキゾチックチャンネルね、楽しみです、はい、よろしくお願いします。でですね、今日はここから反省会に入らずに、なんともう一回20時30分から岡村みっちゃんねる、ゲスト鉄麦工房モアフ代表菅原かほり様です。鉄麦工房ってことでね、なんかお守りを作るっていう話を今日はね、僕と2番組やりますからね、あ違う3番組か、おいますね、かほりさん駐車場狭いですけどね、気をつけて来てください、よろしくお願いします。踏んで21時から岡村反省会人生七転び八起き、ということで今日は21時までやって、21時半までやって、22時から浅井さんとご飯を食べに行くというね、浅井さんね気をつけて来てくださいね。はい、というわけで、早速ちょっともう目がショボショボしてみましたけど、これからね夜遅くまでやっていきますんで、皆さんよろしくお願いします、はい、ありがとう、はい